ドライフルーツの盛り合わせドライフルーツ内し干し果物は果実を天日や砂糖漬けなどで乾燥させ保存性を持たせた食品であるアルメニアのドライフルーツ販売業者天日に干したり砂糖で脱水させたりといった方法の他に油で揚げたり近年ではフリーズドライなどの技術も利用される乾燥しているため果実の甘みなどの風味や各種栄養が凝縮されているか。 干し柿のように生のままでは食べにくい果物を美味しく食べられるようにする加工技術もあるなど食品加工の一形態にも位置づけられる保存性を高めることで輸送しやすくして広い範囲に果物を流通させるためにも役立っている20世紀に入ってからは食品加工技術も発達また食料生産面でも様々な保存性も高い食品が 工業単位で製造され販売されている中で、これらドライフルーツは菓子一般に比べ加工度が低く、自然食品内種健康食品としての側面もあり、これを好む消費者も見られる。これらは収穫すると生のままでは傷みやすく、長期間取っておけない果物を保存するための古くからある方法であるが、保存食として用いられるほか、成果材料として用いられることも多い。 ドライフルーツを摂取することは、毎日少なくともにサービングの果物を食べるという、目標を達成するための簡単な方法である。パブリッシング、ハーバードヘルス、フルーツオブザマンス、ドライドフルーツ、ハーバードヘルス、2021年2月19日閲覧、ありがとうございます。